みなさんこんにちはレック専任講師税理士消費税法を担当します小井出と申しますよろしくお願いいたしますえ今回は第73回税理士試験本試験の消費税法の徹底検証会ということで解説アドバイスしていきたいと思いますえまずは皆さん 猛暑日の中の受験となったと思いますいろんな天候の中での受験になったかと思いますけれどもまずは皆さんお疲れ様でした消費税法の試験まあ、ここね同じ試験委員が 作文した状況ですと、特に計算の状況というのが、総合計算問題が2台分っていうぐらいの分量があるような計算がここ、続いておりまして、今回もなかなか計算の分量多くて大変だったと思います。 で理論についても基本的には異議規定について触れながら事例という形で取り扱いについて書いていくというような理論すべての問1も問いにも理論については個別,系個別の理論をベタ書きするというようなものではなかった状況でなかなか難易度としては相当まあ面白いというか 実務的なな状況の問題になっていいたかと思いますでは、これからその第73回消費税法の本試験についてボーダー合格のボーダー状況ですとどのような書き方のところかで確実ですとどのこれそれにプラスアルファなのかということについて理論、計算、解説を少し挟みながらお話ししていきたいと思います。 えまずは理論なんですけれども、問1について3台分、問2についても3台分の出題がありましたで。問1についてなんですけれども、まあ、居住用賃貸建物の仕入れ税額控除に関しての取り扱いということで、過去に計算で出題されたというのがありまして、まあ、理論の出題っていうのがある。 かもしれないっていうようなことはちょっと個別理論としての出題があるかなっていうようなことを考えていたところはあったんですけれどもこのように事例でね3代出題されたっていうのはなかなか本当にに実務的っってていいううよなな問題ましたまずこちらの問1のところなんですけれども括弧の1において問われているのは A 社居住用家屋を購入したわけですけれども、これが消費税法上の課税仕入れに該当するかどうか、課税仕入れとなるかどうかについて述べなさいということでした。でこの時の根拠規定として書くのは、課税仕入れの意義ということになっていたわけなんです。ですので、レックの方で公開しております理論の回答の方、 ちょっと問題と一緒にお手元にご用意いただけると便利かと思います。こちらの問題とあとレクで公開している回答の方を使ってお話ししていきたいと思います。問い1に問い1の括弧1についてはですので課税仕入れの意義を述べましてで結局あの。 課税仕入れの意義の上ではこちら、A 社の居住用家屋の取得は課税仕入れに消費税法上の課税仕入れに該当するということになるわけなんですで、こちら、合格ボーダーとして書くときは課税仕入れの意義はきちんとあの5点、8点振ってますけれども、意義はもうこの通り書けなければいけないという状況になります。 そして、あとはコメントなんです、ここに書いてある通りに、まあ、上記規定により、課税仕入れの相手方が事業として資産を譲渡した場合に、課税資産の譲渡等に該当するものは課税仕入れとなるので、個人 B は事業者ではないものの、その居住用家屋の取得は A 社の消費税法上の課税仕入れに該当する、この通りきちんと書ければ5点という状況になります。 ですが、特に初学で受験したという状況の受験生はこんなにきちんとした文章が書ける状況ではないので合格ボーダーを考えますと、まあ、上記規定により居住用家屋の取得は消費税法上の課税仕入れに該当するこのように書いて3点ぐらい取るというのが合格ボーダーかと思います。 そして次に問い1の2になりますその話の続きで、2で問われているのは仕入れ税額控除の対象となるかどうかについて述べなさいと言っています、でこの時に回答しなければいけない根拠規定というのが居住用賃貸建物の意義というふうになっているわけなんです。 でレックの公開の模範回答を見ていただきまして当然、問われている居住用賃貸建物の意義こちらのところはきちんとレックの個別理論集の方にも載っていますのでこの3点は確実にとってほしいところです今回の問い1のところでは金額的にこれ、高額特定資産に該当するという状況になっているわけですので 模範回答を見ていただくと、高額特定資産の意義に触れるということをしています、でこの高額特定資産も該当しますから、高額特定資産の意義2点、これ、書いておいていただきたいというのが合格ボーダーになると思います。 それと、次の居住用賃貸建物にかかる仕入れにかかる消費税額控除の不適用、こちらもきちんと2点を取っていただきたい根拠規定という状況になると思います。ここれでで点、2点、点点ということで7点をって きちんと取っていただくことと、あとコメントのところは、これが正しい状況ではあります。上記の規定により、この居住用家屋は取得価格が1000万円以上であることから、高額特定資産として居住用賃貸建物に該当するので、その課税仕入れ等の税額については、仕入れ税額控除の対象とはならない。これ、このまま正しく書くっていうことが、 一番す晴らしいことですけれどもこれについて合格ボーダーという状況ですと居住用賃貸建物の取得は仕入れ税額控除の対象とはならないこのぐらいの結論のことを書いて、まあ、2点ぐらい取るというのが合格ボーダーという状況で考えています。で問問ののにになりますけれども、問1の3については、 問われているのは、常気居住用家屋の貸付について消費税が課されるかどうかっていうのを問われていることになります。で、触れる根拠規定というのが住宅の貸付の範囲ということとなるわけなんです。で、あと、括弧の中のところで消費税法施行令に定める事項についても触れることというふうになっています。 でレックが公開している模範回答の方を見ていただきまして、まあ、非課税ということで、住宅の貸付は課、課されない非課税というものになります。ですので、こんな風に国内において行われる資産の譲渡等のうち、住宅の貸付その他一定のものには消費税を課さないということで、非課税となるということ、この一点は合格ボーダーとして取っていただきたいところになります。 次の非課税とされる住宅の貸し付けの範囲というのはレックの個別理論集の非課税のところの住宅の貸し付けが非課税となるというところの括弧書きになりますこれが非課税とされる住宅の貸し付けの範囲の内容になりますですのでこれも個別理論集に掲載している通りを書いていただいてこの3点というのも取っていただきたいのが合格ボーダーということになります そして問題で問うている括弧中にあった消費税法施行令に定める事項というのは模範回答のところにある一時的に使用させる場合その他一定の場合ということで要は住宅の貸し付けにかかる期間が1月に満たない場合 その貸付が旅館業法に規定する旅館業に係る施設貸付に該当する場合、これが施行例の内容になっていくわけなんです。こちら、あの個別理論集にこのままの通りは、デックの方では掲載していません。講義のところで学習する内容のところには、こちらのところを掲載しています。ですので、 まあこちらのところあの合格ボーダーという状況ではこの3点のところの得点というのは考えてはいい。 いない状況なんですが、合格確実っていうところでしたら、上のところの非課税とされる住宅の貸付の範囲というところで、一時的な使用っていう言葉がありますので、ここからちょっとね、発展させて、貸付にかかる期間が一月に満たない場合、これは計算の方を思い出していただきますと、 言葉として、少しこそこの部分ぐらいは触れられるっていう状況で合格確実っていう時にこの貸付にかかる期間が一月に満たない場合っていうようなことを書いていくと合格確実の方に行くかと思います。コメントについては、上記の規定により A 社が個人,個人 C に対して行う本門における居住用家屋の貸付については消費税は課されないということで、 3点ということとなるんですがこちらのところもあの居住用家屋の貸付については消費税は課されないということ非課税となるということは書けると思いますのでここは3点取れるかなというような状況かと思います。ということで今、この問1の括弧1、括弧2、括弧3のところで合格ボーダーとして得点を考えていくと。 カッコ1で課税シールの意義5点、コメントで3点、カッコ2では 居住用賃貸建物の意義の3点、高額特定資産の意義の2点、居住用賃貸建物にかかる仕入れにかかる消費税額控除の不適用で2点、で、コメントのところで、まあ、2点ぐらい取っていただきたい。あと、カッの3では非課税の1点、非課税とされる住宅の貸付の範囲の3点、あとコメントの3点。こちらのところでボーダーとして、問い1については、 こここちらのととととろ24点がボーダーダいうこととなりますであと合格確実なところでは、括弧の3のところで一時的に使用させる場合、その他一定の場合のところで貸し付けにかかる期間が1月に満たない場合、あと講義の方の内容を思い出して旅館業法に規定する。あ旅館業法に に該当する場合っていうようなことを少しかけかけるということでここで1点プラスとかあと他の部分であのコメントのところであのもうちょっと高い得点1プラス1点ぐらいがあったとして合格確実として26点という設定をしました。で次にに理論についての 問い2になります。20点配点された問い2だったんですけれども、こちらのところ、問い2も括弧一1から括弧三3の3種類の設問がありまして、まず括弧の1のところでは、設立第1事業年度のところで、設立第1事業年度が11、12、1、2、3の5ヶ月間ということとなっています。 で、こちらのところで、あの、3月ごとの特例課税期間にあのするっていう状況で、課税期間特例選択届出書3、3月にするっていうところの届出書が提出されました。で、こちらのところ、あの、気づいていただきますと、設立年度のところで提出するということですから、まあ、一定の 通帳は原則のところでは提出の翌期間から効力を発生ということになるんですけれども開業というか、ね、課税資産の譲渡等を開始した期間ということですと提出してすぐの適用が認められるという一定の期間での,の提出ということとなっていたわけなんです。ですので、提出してすぐの適用が認められるという状況で まあこちら法人の場合はその期間のところを。 事業年度をその開始日後3月ごとに区分してということで、開始日後3月ごとにまず区分ということで、11、12、1。あと、2、3の2ヶ月間が残るんですけれども、最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間ということになっていきますので、こちら、模範回答を見ていただきますと、 で問い2の括弧一1については、コメントのところありますけれども、上記の規定により、D 社の設立第一事業年度の消費税の課税期間は、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの期間、それと、令和5年2月1日から令和5年3月31日までの期間となる。というのが、こちらの取扱いということとなっていきました。で、 ですので、消費税の課税期間がどのようになるか、こちらの今の模範回答のコメントの通り、3ヶ月と2ヶ月という,いう状況で、2ヶ月でもこれ3月の特例課税期間というふうに考えていくこととなるわけなんです。で、この時、届出書の効力の生ずる時期に触れながらということで、こちらの、 届出書の効力の生ずる時期、これは必ずかけっていうふうに要求されています。ですので模範回答を見ていただきますと、まあ、あの3月特例課税期間の2点、これは必ず取ってほしいところであとはあの一言、事業年度を、ね、3月あの開始日以後3月。 に区分するっていうようなところも出てきますますので、レックの方では原則のところの事業年度というのにも一点入れました。で、こちらのところですので、あの3月特例課税期間の2点は合格ボーダーということ、 で、あと、あの、カッコの3、効力の生ずる時期について触れながらと書いてありますから、この効力のところは書いていただきたいということとなります。で、こちらのところで、あの、一定の期間のところで、今回のところに該当する事業を開始した、開始した日の読する課税期間、で、その他一定の期間ということ、 で今回、該当する一定の期間のところに触れたことを入れた状況できちんとかけたら2点ということに配点振りました。ででこここちらののととろ合格ボーダーダすともしこのの 事業を開始した、えっと、事業者が国内において課税資産の譲渡と、過去特定資産の譲渡等を除くにかかる事業を開始した日の属する期間っていう、この言葉がなかったとした場合で、一点というのが合格ボーダーというふうに考えます。ですので、レックの方の合格ボーダーでは、 とりあえず原則の事業年度の1点、3月特例課税期間の2点、これもしかしたら原則の1点っていうのがなく、3月特例課税期間のところに2点、あ3点っていうふうに、あの、 本試験の方の採点委員の方は振ってるかもしれません。ですので、まあ、ここの3点。で、あとは効力のところで、一定の期間に該当している一言に触れることができなかった時に、2点じゃなくて1点。ですので、1点、2点、1点の4点というのが、問い2の括弧の1のところのボーダーというふうに考えています。で、コメントのところなんですけれども、あの、 もし、11月1日から1月31日を、みなし課税期間と書いてしまうと、まあ、台無しになってしまうと思います。こちらのところ、あの提出してすぐの適用なんだということで、みなし課税期間っていうのにはなっていないっていうこと、あのこちら、うまくいけばきちんと触れられると思うんですけれど、それは合格確実っていうところ、 の、この2点の方になっていくかなと思います。ですので、合格ボーダーは、カッ1の1点、カッ2の2点で、カッ3の効力で、あの、一定の課税期間で、今回に該当している場合に触れられなかった時の1点ということで、4点が合格ボーダーというふうに考えます。で、合格確実というのは、 え、こちらのところのコメントがね。ちゃんと見なしじゃなくないということで、きちんとこの回あのコメントで触れられたことが書かれていた時が合格確実のプラス2点という状況になるかと考えます。で、次に問い2のかっこの2になります。問題のところでは、の内国法人 e 社が f 社に対して食材肉類を販売したということ。 になっていますこの食材肉類の販売の税率について述べなさいというのが問い2の2で問われていることです。で消費税法令上消費税法と消費税法施行令上の適用関係に、まあ、を述べ,述べながらという状況になっています。 で、必ず書いていただきたいというのが、食事の提供の意義ということとなっています。え、これ、あの、不足の状況の内容ですので、え、こちらのところ、模範回答を見ていただきまして、で、あと、消費税法施行例と、消費税法施行規則に定める事項には触れなくてよいというふうになっています。 で、模範回答を見ていただきますと、あの、税率のところ、こちらについては、レックの個別理論集の通りに税率のところを回答していますので,で、こちら2点というのは合格ボーダーとして取っていただきたいところになります。で、次、食事の提供の意義。これが、あの、 それこそ、ね、法規通達集を開いていただきまして、平成28年法律第15号、不足第34条第1項第1号の意に規定する食事の提供の意義というのが、模範回答に示したとおりのこの産業分ということとなります。要は、あの、飲食のね、設備っていうのがきちんとあって、そこで、の 飲食させるっていう状況の役務の提供を言うということとなるわけなんです。で、持ち帰りだとかっていうような状況っていうのは、こちらのところは食事の提供には該当しないということで、要はこれ、レストランとかで食べ,食べて、税率が標準税率になる状況のことが、食事の提供の意義のところに書かれているわけなんです。 で今回の問題の食材、肉類の販売というのは、あのレストランとかで食事を提供する標準税率ではなく、軽減税率の方の適用という、あの飲食料品の販売というね軽減税率の適用の方になりました。ですので、 結局、コメントとして書いてある、上記の規定により、E 社が F 社に対して行う食材、肉類の販売にかかる消費税の税率については、食事の提供には該当せず、人の飲用または食用に供される飲食料品の販売として、軽減税率の対象となり、8%、まあ、国税6.24%及び地方税1.76%となるっていうふうに書いてあります。合格、 これ、ボーダーとしての書き方で、こんなにあのきちんと、ね、書かなくって大丈夫で、いい、e e、社の食材、肉類の販売,に販売の税率は、飲食料品の販売として軽減税率。 の8の適用になるこのぐらいね、コメントして2点もらえると思います。ですので、問い2の括弧の2については、このコメントの2点と税率の2点。 で食事の提供の意義については何かそれらしいことを書くということが合格確実の方につながっていくプラスアルファかと思いますですので合格ボーダーについて問い2の確保の2は税率とコメントの4点合格確実にするために食事の提供の意義のところで何らかのことを書いてプラスアルファ1点とかにつながっていくのが確実という状況かと考えます。 そして、問い、問い2のカッコの3です。問われていたのが、G 社が行う売掛金債権、貸付金債権の譲渡について消費税が課されるかどうかということ。で、あと、課税売上割合の計算上注意すべき点というのを述べなさいというふうになっています。 でこちらのところ、模範回答を見ていただきまして、の今回の売掛金債権、貸付金債権の譲渡というのは、レックのきちんとテキストのところには、の売掛金債権の譲渡、貸付金債権の譲渡については、有価証券に類するものの譲渡ということで、 テキストのところできちんと学習する項目というのがあります。ですので、えきちんとテキストの復習の方をしていただければ、まず、売掛金債権の譲渡、貸付金債権の譲渡については、非課税となるというところにつなげられると思います。ですので、模範回答を見ていただきまして、あの非課税の規定のところの、 えっと、土地の譲渡及び貸付の次ですかね、二つ目のところの非課税の内容というのが、そのまま規定として、あの、消費税を課さないというところの根拠規定として非課税を書いています。あと、課税売上割合の計算上注意すべき点ということで、売掛金債権の譲渡貸付金債権の譲渡えこちら、 理屈上は非課税となるんですけれどもその先の状況はということでこれもレックの方できちんと講義のところでこの有価証券に類するものの譲渡となっていって最終的に課税売上割合の計算上注意すべき点というところもきちんと同時に講義のところで学習しています。要はは売掛金債券の譲渡についてはあの 最初に売上が上がるときに、あの、売掛金売上ということで、何らかの売上のところで消費税の課税関係を考えていくっていうことが出てきます。ですので、その売掛金債権を譲渡したときに、理屈上は非課税のものなわけですけれども、非課税としての金額の計上してしまいますと、売上時に課税関係を何らか考えて、 の売上の金額というのを上げていくのに売りかけ金債権を譲渡したときも非課税としてその金額を関わらせてしまいますと売上金額の2回の計上ということが考えられてしまうということで売りかけ金債権を譲渡したときには要は課税売上割合の計算 に関わらせないまあ非課税ということですから分母には関わらせないということまあ実際計算上は分母にも分子にもね関わっていかないっていう状況にあの,、ま、あのなるっていうことがコメント書かれていますで貸付金債権の譲渡については貸付金発生した時にはまあ例えばねあの借り方貸付金貸し方現金みたいな状況で貸付 貸付金債権が発生したときには、別に金額的に何かの売上に関わったことはない。ですので、貸付金債権を譲渡したときには、こちらのところは非課税に計上ということとなります。でこの時に課税売上割合の計算上、譲渡対価の額の5%に相当金額だっていう状況になっていたわけなんです。 ですので、今回この問題のところでは、問い2の括弧3については、コメントについて、あのこんなふうにきちんと書けなかったとしても、売りかけ金債券の譲渡については、課税売上割合の計算に関わらない、貸付金債券の譲渡については、譲渡対価の額の5%の金額が、 課税売上割合の分母に関わる、これについては計算の、計算を思い出せば、このぐらいのコメントは書けるということで、これに、問い2のカッコ3については、すべての得点、1点、2点、2点、2点を取っていくというのが、合格ボーダーというふうに考えています。ということで、ですので、問い2については、20点のうち、 まず、模範回答、問い2の括弧の1では、1点、2点、括弧コ3の効力で1点。ということで、ボーダーとしては4点。問い2の括弧の2は、税率2点、コメント2点の4点。問い2の括弧三3については、1点、2点、2点、2点ということでの7点。ということで、合格ボーダーは15点。というふうに考えています。あと、プラスアルファ3点ぐらい、どこかで、 得点を上げるという18点というのを合格確実ラインというふうに考えています。ですので、レックの方の総票の方を見ていただきますと、公開している総票を見ていただきますと、 まず、第1問問1は合格ボーダーが24点、合格確実が26点、問2の方が合格ボーダーが15点、合格確実が18点というふうに考えています。ですので、理論については問1問2に合わせてボーダーが39点、合格確実が44点というふうに考えています。 で次に計算の第2問です。簡単に解説しながら、えまた合格のボーダー確実のラインというのをえ説明していきたいと思います。まあ、計算については、え問1問いに2台ありまして、これどちらか小問という状況でなく、両方とも、のかなりね、手こずるというか、いろんなあの、引っ掛けもありまして、本当にボリューム、 実はあのゆっくりとけばね あの、120分で理論も計算もという状況なく、計算だって、計算だけで120分かけていいって言ったら、あの、落ち着いてきちんとね、解けるっていうところに持っていけたかと思うんですけれども、まあちょっと総評のところでも触れていますように、問い1については、標準税率と軽減税率が混在しているっていうことと、機種棚卸産の加算調整っていうのも入ってきたという、 ことで、あの、ボリュームと難易度っていうのが上がっていったかと思います。で、介護保険関係、サービス付き高齢者住宅における消費税の課税関係と適用する税率について初めて出題されたというのがあります。なかなか結構これ、あの、引っ掛けっていうのが入ってきまして、得点が伸び悩んでいったんではないかなというふうに思います。 で、あと問いにについても、調整対象固定資産の変動っていうところがありまして、これについても、あの、実は引っ掛けがありましたということで、なかなかこちらも、特に変動の調整なんかは、実際、あの、試験時間内では手がつけられなかったっていう状況にあったかと思います。で,では、 簡単に解説をして合格ボーダー、合格確実のところの説明していきたいと思います。えまず 計算の第2問の問い1ですけれども、校舎っていうのが、調剤薬局、通所介護施設等を経営する法人ということで始まってきましたで。こちらのところですので、先ほど総評でも触れましたけれども、標準税率、軽減税率が混在してきたっていう状況にあり,あります。 F4 ページの問題のところにありますけれども資料の括弧の位置で出てくる通所介護施設ですけれどもこの介護保険関係というのはこちら何があってもすべて、ね、非課税基本はすべて非課税という状況介護保険関係のものについてはすべて非課税という状況になっていますでサービス付き高齢者住宅については 居住という、居住用の貸し付けと考える部分が非課税で、あと食事の提供については課税へという考え方をする状況にありました。であと同じ F4 ページの資料のカッコの2ですけれども、このカッコの2の中には、 開発費として、開発費として栗延資産計上した203万5千円というのが、実はこれが、あの、消費税法上は、あの、栗延資産とか減価償却資産について、の、刻みでね、費用化するっていうのありませんで、203万5千円というのが、課税資産の譲渡等につながるという、 カノみの課税仕入れとして形状を忘れないようにという、ここがまずちょっと、あの、注意力っていうのが少し落ちてしまうと、203万5千円を計算に関わらせる、カノみとして計算に関わらせることを忘れてしまうっていうような状況があったかと思います。 そして、あと、F5 ページに行きましての、損益計算書の付記事項の、位のカッコの葉の B なんですけれども、あの、医薬品等に該当しないもののカッコ書きをどういうふうに読んでいくかっていうところで、これも、あの、健康食品で、健康食品だけにカッコ書き最初かかっている、 って考えるとこの健康食品は軽減税率で栄養ドリンクっていうのはあの標準税率かっていうふうに読んでしまいそうに。 なったんですが、この後、何の一言も入ってないので、まあ、標準と軽減を混合で85万1970円っていうふうに考えるっていうのは、問題として成立しませんので、もうこれはしょうがないから、このカッコは栄養ドリンクにも健康食品にもかかっているカッコなんだっていうふうに読まざるを得なくなりました。これで結局ですので、 いのかっこはの b っていうのはこれすべてを軽減税率対象というふうにね取り扱うっていう読み方をする状況になっていきましたで次 f 6ページに行って一番上のカタカナのロなんですけれども介護保険法 に規定する通所介護にかかるものということで、先ほど触れましたように、介護保険法に規定するっていう状況ですと、えここの食事の提供もおむつ代も全て非課税の取り扱いという状況になっていきます。この辺はあの難しかったと思います。であと、 あの、サービス付き高齢者住宅、左高住の収入なんですけれどもえ、こちらについては、あの、居住用建物のね、貸付っていう状況の、カッコの糸、カッコの炉っていうのが非課税。ですが、福祉用具の貸与とか、あの他の 安否確認とか掃除選択サ,サポートサービスこれは標準税率になりますでカッコの方の車工中における食事でこれ入居者に対してですとカッコ書きはこれあの軽減税率の適用対象となるってな,なれるものだっていうことを あの条件満たしているんだというのをカッコ書きでねヒント与えてくれているような状況ですで。ですのでこの食事提供は軽減税率の適用ということとなっていきます。 この辺ですので、あの、作工獣についての取り扱い。で、こ、これでまた食事のところなんですけれども、入居者だけが軽減税率で、入居者以外職員が出てくるんですね、後で。で、こちらの方はですので、標準税率の適用になっていく。この辺のところの整理っていうのが、あの、間違えてしまったっていうところあったかと思います。で、あと次に確認して、あの、説明していきますのが、 F7 ページのところなんですけれども、F7 ページのところで、えっと、カタカナのカのところのカッコの8で、通所介護施設で使用していた特殊車両のリース契約を解除して支払った残存リース料っていうのが出てきました。これなかなか難しい取り扱いで、えっと、専門学校のところで、あの結構ね、割れた状況、取り扱い、 が、あの割れた状況っていうのがの出てきているっていうのがあります。で、これ実はあのホームページ国税庁のホームページのところで、あのこの計算計算関係を作文しているあの担当者の方なんですけれども、あの割と国税庁のホームページの Q&A とかあの質疑応答のところから いくつか計算のところに出題をしているっていう傾向が続いておりまして国税庁のホームページの方をちょっと、ね、あの検索してみましたらこういうことが出てきていました。 ちょっとね、そちらのところを読ませていただきますと、所有権移転外ファイナンスリース取引にかかる残存リース料の取り扱いということで、 紹介用紙、要は質問として、こういうのが上がっていました。所有権移転外ファイナンスリース取引について、契約期間終了前に、次に掲げる自由に該当し、リース契約を解約した場合、賃借人が賃貸人に支払うこととなる残存リース料は、消費税法においてどのように取り扱われるのでしょうか。で、その 理由、契約期間終了前に次に掲げる自由に該当しということで、三つ自由が載っていて、一つ目、賃借人の倒産リース料の支払い遅延等の契,遅延等の契約違反があったとき、各個の二、リース物件が滅出、投資修復不能、 となったとき、カッコの3、リース物件の陳腐化のための借り換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき、ということで、あの、今回のところは、理由としてこのカッコの3の状況に当たるかなというふうに考えられます。 契約違反とかあったとは書いてなかったですし、リーズ物件が修復不能になったとも書いてないので、カッコの3のところ、両者の合意に基づき解約っていうのが行われたと考えられる、考えられるところに該当しているのではないかというふうに思われます。で、回答の用紙として、賃借人の方はどうなるか、実はこれ、どの理由に該当しようが、 え、借りている側の方が払った、こちらの残存リース料の支払いというのは、どの理由でも課税仕入れに該当しませんというふうに書いてあるんです。ですので、レックの方はこちらの国税庁のホームページに出ていた質疑応答の結果を を組みして残存リース料の支払いというのは課税仕入れに該当しないという取り扱いをした状況にありますここも難しかったかと思いますで、あと次に解説していきますのは F8 ページのところのカタカナのそのところの あの、弁護士費用の取り扱いになります。こちらも専門学校によって、こちらの取り扱いというのを、レックとはあの違った状況で計算に関わらせるっているっていうところが確認できています。ただ、レックにおいては、この弁護士費用っていうのが何に起因したかというと、イの括弧ののーつまり自由診療の調剤 ということで、あの標準税率が適用された収入、これに対しての裁判が起こったということですので、レックではこの弁護士費用、で裁判所の申し立て手数料についてっていうのは、こちらはあの非課税のところにある内容のあの、 裁判所に納付した金額というのは、こちら収入側非課税とするものですから、8万3100円を引いた残額のところは、レックは、かのみの方につながるというふうにしましたえ。こちらのところ、あの、以前に国税庁、あの、私の仕事のところで国税庁の方に確認したときに、 あの、課税仕入れが、カのミヒのみ共通、どこに区分されるのかというときに、将来的な売上につながることだけではなく、あの、講義に考えて、過去にどの売上につながっているのかっていうところも考えていって、区分を あの、して大、していいんですっていうふうに、国税庁の方の、あの、問い合わせのところで回答いただきました。で、そのように抗議に考えると、意のカッコの炉の標準税率のものにつながるというふうに考えて、レックではこの弁護士費用を、8万3100円を引いた残額を、かのみのところにかから、関わらせて計算を行っています。ですので、こちらのところ、取り扱いが、あの、 置かれるというふうになっていますので採点からは採点対象からは外されるんではないかというふうに考えますでその下の方のカタカナの音のカッコのロこの職人からの食事代この職人からの分は先ほども触れましたが入居者でしたらあの一定のね要件をクリアしなければいけない けれども軽減税率っていう考えができるんですが、職員の分というのは標準税率の取り扱いということとなって、この辺ね、難しかったかと思います。 で、あと、最後にカタカナのラのところで、国庫補助金収入なんていうのがありましたけれども、これ、あの、校舎は株式会社ということですから、国等の、あの、入れ出学校での調整っていうのはね、起こってこないですので、なんかこの辺もちょっとね、引っ掛けだったかなというふうに考えます。で、問い2について、あの、解説の方を先にね、してしまいます。問い2については、こちらのところ、 え先ほども総評で触れましたが、まあ、変動の調整っていうところ、まあ、これ、手掛けられなかったんじゃないかなというふうに思います。なかなか難しかったです。100万円の判定というのは、その建物全体のところで見ていくっていう状況っていうのがあって、あのー、後でね、きちんと触れますが、ちょっと F11 ページの、あの、解説していきます。か、えー、カッコの中2なんですけれども、 の賃貸借契約、中途解約して契約期間前に退去したっていうところであの115万5582円をもらっているというのがあります。これはどういう取り扱いになるかというとあの契約期間前に退去したということでのもらったお金ということですのでの期間 契約期間を超えて住み続けたみたいな、住み、あの、借り続けたっていう状況ですと、家賃の取り扱いとか考えていくことも出るかもしれませんけれども、契約期間前ということですから、こちらのところは、あの、残存期間の家賃、教益費相当額なんていうところがきっかけとなった、あの、違約金収入っていう取り扱い、 ということで課税対象外という取り扱いになったということになっていきますで、あと解説をしていきますのが F12 ページのところのえ括弧5の E の カタカナイのカッコの8のコンドミニアム C にかかるものになります。こちらのところ FOB 価格っていう言葉が出てきてくれましたので、これ非課税資産の輸出というね、あの、国外移送のところの非課税資産の輸出ということで関わらせていくことになります。で、ただこの時なんですけれども、 あの国内の方で支払いが起こっていてということになるわけなんですけれどもでは国内であの支払いが起こったものをカノミの方に持っていくかっていうところでここでも一つ引っ掛けが出てきましたあの家具調度品の国国内での購入はカノミになるんですけれどもセキュリティ機器のリース料になりますでこれセキュリティ機器は セキュリティ機器、国内で引き渡しを受けて、輸出となっていきまして、各調度品でしたら法31条2項ということで、この購入費用を頼みに生かせるわけです。で、こちら、あの、セキュリティ機器の方なんです。国内で一旦引き渡しを受けましたから、 貸付の場合、引き渡しを伴う場合は、引き渡し時の資産の所在場所っていうことで、一旦これ国内取引になっているというふうに考えるんですが、こちら実は基本通達5-7-12ののというのがありまして、あの、賃貸人、賃借人、両者の合意に基づいて、 使う場所を変えた場合は、その変えた場所のところでの判定っていうことが認められてくるっていうことになるんです。で、そうしますと、これ、両者の合意、リース契約において、コンドミニアム C で使用するものが定めて、定められているということでしたら、両者の合意でこれは国外で使うっていうふうに考え直しがある 出てきますので、そうしますと、これは、あの、国外取引っていうふうに変わっていきまして、こちらのセキュリティ機器の賃借料については、こちらは、国外取引として課税仕入れには、あの、該当していかないっていう取扱いをしていくということになっています。 あのなっていきました。ですので、こちらのところもなかなかの難しい状況にあったんではないかなという風うに思います。で、あと、f13 ページはその変動の調整に関わるものっていうのがありまして、あのビル a のところが変動の調整に関わっていくっていう結果になりました。で、このビル a についてはなかなか本当にかなり難しいというか、あの本当に。 あの、問題としてはね、いい問題だったんですが、ビル A は、令和2年9月13日の取得ということとなっていました。で、実は、あの、居住用賃貸建物の仕入れ税額控除の不適用というのが、令和2年10月1日以後の取得の居住用賃貸建物からだったんです。 ですので、この令和2年9月13日ですと居住用賃貸建物の部分というのも仕入れ税額控除の不適用というのがなかった時期だったわけなんです。 で、実はこのビル A の取得の時の仕入れ年なんですけれども、課税売上割合が95%以上となっていて、その課税一間の課税売上高も5億円以下ということで、このビル A の取得年度というのは、全額控除の状況になっていたんです。ですので、変動の調整を考えるときに、2階から4階の X 社の本社事務所の あの共、共通に区分された部分だけを変動の調整の対象とするのではなくて、全額控除ということですから、ビル A 全体で変動の調整が考えられていくっていう状況の問題になっていました。この辺のところがかなりあの高度な引っ掛けという状況で、これ集中力とり研ぎすまして解いていたとしても、この 令和2年10月1日以降の取得っていうところが把握できないと、こちらのね問題に対して正しい対処ができていかなかったという状況になっていたわけです。なかなかあのね問題としては良かったんですが、で,ですけれども、ボリュームは多いは、そういう引っかけが随所にあったというところで、かなり難易度が高かったんではないかというふうに思います。 では、レックが公開している計算の回答のところで合格ボーダーのところをお伝えしていきたいと思います。まず、問い1ですけれども、25点の配点のうち、1ページの、えっと、一番1 一番上の行の、ゼロ七26077950-3375950の2点。これがボーダーとして取っていただきたいところ。え次2ページ目のところの輸出免税の3375950の2点。これ取ってほしい。あとは個別対応方式、一括比例ハーブ方式にチェックを付すことの1点。これを取ってほしいえ。そして次に、えっと、 カッコ1の、かのみのところの、まず、えっと、最初の2点ついている2035000、この2点は合格確実としての2点として、になりますで。で、ボーダーとしての2点は、そのカッコ1の えっと、6.24%の丸二の方の、機種棚卸さんの5106、この2点を合格ボーダーとしての2点というふうに考えます。3ページに行きまして、括弧三3共通の丸三の棚卸さんの996481、この2点がえボーダーとしての2点というふうに考えています。 であと次が問い1の方については5ページに行きまして売上変換等の消費税額の109827これは合格確実の方の2点というふうに考えましたで次の貸し倒れの3612の2点これは合格ボーダーの2点というふうに考えました 次、問いに行きまして、最初、最初の課税標準の86,800の2点、次の カッコ246991000-108695900の2点。この2箇所を合格ボーダーの2点ずというふうに考えました。で、次、課税標準額に対する消費税額の2点。これは合格確実の方の2点というふうに考えました。 で、次に、非課税資産の輸出等の633207の2点が合格ボーダーの2点。非課税の5 0 7 8 0 0の2点が合格ボーダーの2点。あとは14、144万 ×50%、これ、この2点を合格ボーダーの2点というふうに考えました。7ページに行きまして、 え、仕入れにかかる消費税額のカッコの1の頼のみ、96470の2点を合格ボーダー。あと、次の3795も950500足す5000万円の2点。これを合格ボーダーの2点と考えました。8ページに行きまして、カッコの2のその他の資産の譲渡等にのみをするもの、日のみの2点。 これを合格確実の2点の方に考えました。であと、共通に要する2420519の2点、これを合格ボーダーの方の2点と考えました。であとは、11ページの中間納付,が納付税額のところ、 の2499100の2点。これを合格確実、あ、すみません、合格ボーダーの方の2点。合格ボーダーの2点というふうに考えました。ということで、レックでは、問1が合格ボーダー11点、合格確実が15点。問2が合格ボーダー18点、合格確実を22点としました。 ですので、総評のところ見ていただきまして、第2問ですが、合格ボーダーは問111点、問218点の29点、合格確実が問115点、問いに22点の37点。ということで、理論計算を合わせていきまして、合格ボーダーが68点、合格確実を81点というふうに設定しています。 まあ、なかなかこうやって考えた時にあの、まあ、レックの方では理論の方を規定を,規定を、ね、か書いていけば規定で罰をつけることはできないんですからコメントをあんまりあの厚く書こうとして例えば。あの 今回の問題で、売掛金債権、貸付金債権が有価証券に類するものっていうふうに、あの、取り扱われるんだっていうようなところ、コメントで厚く書いていきますと、この有価証券に類するものっていう、いうのを別のもので書いてしまったりして、それでね、減点されてしまうっていうようなこと、ことで、あの、痛い思いをするよりは、あのきちんと規定を書いていけば、 そちらのところで減点されるっていうことはないわけですから、まあ、レックとしては、ね、規定を書いてあの安,全安全圏できちんとあの規定で積み上げて得点を取っていこうということをお勧めしていますで,ですので、理論の方でそこそこ、ね、いい得点を取って計算の方がかなりボリュームありましたから実はこんな,こんな、ね、高得点を取れなかったっていうのがあって かと思いますけれども、まあ、計算について、まあ、理論が40点ぐらい取れて計算について25から30の間ぐらい取れているという状況が,があの設定できていれば、まあ、合格ボーダーの方にに、ね、乗っていくのではないかとうう考えています。ということでもう本当にあのかなりな気象状況の中皆さん方、本当にお疲れ様でした。え少し この本試験の疲れを癒してまたあの次漢の方合格を待っているっていう状況でしたら次のに、ね、進むことを考えていただいてあと次の科目の受,あの受験というのを考えていくということでしたら、まあ、自己採点の方参考にしていただいて。 の少し休,休暇を取った後、次の一歩を踏み出していただければと思います。えでは、徹底検証会、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。本試験、本当に皆様お疲れ様でした。皆様の消費税法の合格、心より祈っております。では、最後までお話し聞いていただきましてありがとうございます。お疲れ様でした。